こんにちは。気になる男シリーズも、ちょっとした、まあ、お休みを迎えるのかな、というところでございます。まあ、お休みといってもね、放送がなくなるわけではなくって、あの、気になる男、ね、タカさんの方もですね、まあ、家族旅行があるということで、湯布院の方に行かれるそうですね。本当に楽しんで行っていただきたいと思います。まあ、湯布院といえば、私もね、昨年、湯布院に行ってるんですよ。<laughs> いや、本当にね、なかなかマッチしておられますね。 で、由布院に行くときでも、まあ当然ですけども、私、速下塾の放送ってのあるわけで、FX の相場解説もありますしね、それから朝のライブ放送、これも30分から1時間ほどやっていたんですけども、その他ですね、えー、まあ、塾生さんのサポートも同じペースでやっていたんですよ。となるとですね、家族と一緒に過ごす中で、自分の YouTube 活動が十分できるのかってところもあります。で、私は由布院の方には車で行きました。運転は全部私がやったんで、まあ、運転中ほとんどの時間は、 まあけですよね、まあ、けど旅先でも30分1時間を割いて YouTube 活動をするっていうのと今自宅でもしてることって特に環境的に変わんないんですよねだからうーん私としてはねどの辺にライブ放送ができるかなっていうのうにを立てたりとかありましたしまあそもそもね2018年から2019年っていうのは47都道府県オフ会をやってましたんで。 えー、奥さんと一緒に2人でねその時は子供がいなかったんで奥さんと一緒に全国各地を旅しながら飛行機に乗りながら車の運転をしながらさまざまですね、えー、47都道府県からライブ放送をお届けしたりとか熟成さんとのコラボをしたりとかんなんかね思い出しますねタカ、まあ、さんも家族と一緒に過ごしながら放送してくださるみたいなんでその辺を楽しみにしたいと思います、えー、私はそのためにね w i f i を買ったりとかね専用のノートパソコンを買ったりとかしたんですけども うん、やっぱこう。何て言うんですかね。10年間ずっという。そっか。の動画をアップロードし続けるっていうのはうん。まあ、結局。どんな環境でもどんな状況でもできるかどうかっていうことが試されてるのかなと思いまして。ここまで来たわけなんですよね。本当に懐かしいですね。でもね。うん、なんかその奥さんと一緒に観光しながらまちまちを回るときに。 あここでライブ放送したいなと思ったらちょっと奥さんにはねちょっと待っててもらってお茶でも飲んでてくれるって言ってでその辺を分かってもらえるようにコミュニケーションを取っていくことも必要ですしそれからあまり長い時間やるとね面白くないかなって感じるとやっぱり3分だけやってくるからとかね5分だけやってくるからみたいな感じで,でその間に奥さんは別の1人でできる用事をしておくとか奥さんは奥さんであの写真を撮ったりとかね記念写真撮ったりとか、えー、お便り行ったりとか1人で、えー、スマホをいじったりとか。 いう数時間もありますんでななななんかかでで、きいいことはないかなと。は、うん、子供ができてからも結局、うん、同じですよね、うんまあ、どうやって自分の普段やっているいわゆる職場なんですよね YouTuber ってつ、まあ、辛いとまでは言いませんけどもいろいろと工夫しないといけないのは YouTuber で放送してる以上その自分の生活に何があってもそこは動かさないってことなのかなと思うんですよ。 むしろ旅先に行けば行くほどその YouTube の枠を広げてやるぐらいのね普段とは違ったシチュエーションにいるわけですからその絶好のタイミングで放送を広げる少なくとも縮めないってことなのかなとでやっぱりねどんな環境でもあできるんだっていうふうなどんな環境でもやってくれるんだっていうのが一つの自分に対しての覚悟視聴者さんに対しての信頼ってものが同時に培われるんじゃないかなっていう気がしますね、うんだからは まあ私の場合はね、そういうふうに今まで10年間やってきたかなっていうのがありますんで、これからもどんな状況があるとも、例えば海外旅行中でもね、やってましたしね、うんまあ、の飲み会の途中でも、フラット5分だけもらって、そこから放送するみたいなことやったりとかね、場合によっては、そこに集まった熟成さんと一緒に放送するみたいなこともあったりとかね、飲み会会場からライブ放送ですみたいなね、<laughs> 割とそれが1時間とかになっちゃったりするわけなんですけども、うん、なんか対談をね、ズームじゃなくてリアルでやったみたいなところもありますよね。 なんか懐かしいなと思うわけけでですけど、はい、で今回ねタカさんから動画頂きまして力を抜いていくってことですけどももちろん力を抜く時もあると思いますで私が考えてるのはやっぱマックススペーーででくそんんなフェーズもあると思うんですよ始めたばかりの頃って実力がないんでとにかくね休むことを考えがちなんですけどもでも初速が最大速ですよ駆け出しの頃に目いっぱいやらなければじゃあ一定落ち着いて力がついた時には一息つきたくなるわけじゃないですか じゃあ、駆け出しの頃に一息ついてたらずっと一息ついてんじゃないのみたいなことになりますんですよ。で、だいたい収入とか時間のタイムマネージメントが安定してくると力まずに行くペースね力まずにあくまでもそういう風に徐々に力を抜いていくことができるのかなと思いますし,しまいには上級者になるともはや何をやっても360度発信になっていくというそういうフェーズも来るんだと思うんですよ。 だから旅先に行ってもそこからのライブ放送はそこなりのテイストで行えるとかねで私の場合は旅先でだいあの旅館とかあの一般のホテルに泊まる例もありますけども地方のラブホテルとか泊まるんですよ地方のラブホテルって今本当ね普通のホテルぐらいのサービスとあのへまどりとね充実度でもう家族旅行にうってつけになってるわけですよねでラブホテル感もないわけですよだからすごくね使いやすかったですねじゃあそういうところから放送するとかね でそういういところのスイーツ、えー、とスイートルームですかこれっていうのはあのものすごく間取りがある例えばね4部屋とかあるラブホテルとか2階建てのラブホテルとかあるんですよでも価格は1万円前後なんですよねでそういうところいろんな地方行くと様々見ることができてむちゃくちゃいい思い出になりました、うん、それこそビジネスホテルなんてのはもう私一切止まりませんし旅館でもやっぱりねプレミアムの方に行くんですよでそれがお金があるからじゃなくてそこが放送のネタになるからなんですよね じゃあ泊まるだけの部屋を借りるのかそれとも撮影に適した部屋を借りるのかねあの関西空港に行ってもあのきちんと決められたあのホテルの一般ではなくてやっぱプレミアムな1泊3万とか5万とかに泊まるとやっぱすさまじいホテルのね充実度とバスルームとそれから部屋数なんですよねだから例えば奥さんが横で寝ていても別の部屋から放送することができてそれこそ30分1時間できるわけですよそう考えていくとぎゅうぎゅうの部屋だとね 撮影も気を使うんでちょっと難しいですけども、私はこのね、3年ほど前ですけど母と一緒にあの東北旅行もしてるんですよ、1週間ぐらいかけて。その時も放送はしていたんですけども、母が寝てる部屋とね、私が放送する部屋と分けて、で、放送してくるからちょっとあの夜中抜けるかもしれないけど、心配しないでとか、あとはあの、あれですね、柴又でも放送しましたね、柴又の、それこそ、なんてか、寅さんのいるホテルとか、うん、葛飾市又のね、あの商店街の、 ホテルでもちゃんと共用スペースっていうのがあって深夜3時ぐらい抜け出してそこから放送したりとかしたんですねだからねいろんなシチュエーションで放送できたっていうのも、まあ、この YouTube をなりわいにしていたメリットの一つかなと普段はこのスタイルでしょ普段はこのスタイル変わんないでしょだから別のところから放送することっていうのは喋る内容は普段とそんなに変わらなくても,もう全然こう受け取り方が違うんですよねであとはそ各都道府県で、あ 久保さんが自分と同じ都道府県から放送してるってところの価値があってだからライブ放送もねやる都道府県によって視聴者が全然この内容が変わってくるんですよそれも面白かったですね、うんはい、でまあ集中するっていうことについては新しく今回の動画の中でお話ししようかなと思うんですけど集中するっていうのはね自分の意識を一点に向けるっていうふうに思ってる方が多いんですけど実際はそうじゃなくて自分の意識を開いて360度全てのところから自分に対して あの情報やね形式とかねいろんなものがこうまさに自分を中心に集まってくるみたいなそういうふうな意識レベルになることなんで自分の意識をどっかに集中させることじゃなくて世の中のものが全て自分に集中するみたいな感覚らしいんですよその感覚パーフェクトに身についているかっていうと私はまあそこまで身についていませんけどねそれが次のテーマで価格っていうことを話していきましょうか自分が作った商品の価格設定それはすででにいろんな意味で 購入者のことを考えて妥協した金額だとも言えます。だからその金額に対して、欲しいんだけど、ちょっとそのお金払えよね、払えないよねっていうふうにもしね、感じさせるとしたら、信頼関係が成り立ってないんだと思うんですよね。だからそこについて、どういうふうに自分の商品の価値を上げていくか、そしてその商品を買って間違いがないっていうふうに信頼していただくためには、セールスに行くまで何をやってきたかっていうことがもうシンプルに問われてると思うんですよね。はっきり言って、全然お金がない人でもお金払うんですよ。 私自身の例でもそうですけども借金3000万以上あってねクレジットカードのキャッシングの枠ももうほとんどない状態でネオフィルズ塾っていうのは40万ぐらいしたんですけどもそれこそクレジットカードキャッシングの枠を2枚使ってですねそれでさらなる借金を作って一括入金してるわけなんですよだからどのぐらいその商品に対して信頼を抱いているのかその商品を使うことによって自分がどんな未来を構築できるのかっていうふうなイメージを販売者が指していればあこれは借金してでもやる価値があるよね っていうふうに思わせることができるんですよ。で、最たのものは大学受験だと思うんですよね。大学に進学して、例えば奨学金を大体2人に1人が受けるそうなんですよ。今、現状で。じゃあ、奨学金を300万借りました。500万借りました。大学に行ったらそれを取り戻せると思ってるから行くんですよ。でも実際はほとんどの方は結果取り戻せずに、奨学金を40代まで払ってる現実があります。そう考えていくと、やっぱり数百万でもそうなっちゃうわけなんですけども、 やっぱりね、30万、50万の商品に対して、ちょっとなうん、いいものだと思うんだけど、支払いがどうもね、って言ってことは、うん、だから、そこまでちょっと気持ちをね、高めてあげられなかったかなと。コントロールできなかったかなと。そういう意味では、せっかく自分が商品も作りました。価格も設定しました。状況は整えたのに、最後の一押し、セールスがうまくいってないっていうふうに考えることができるのかなと思うんですよ。そのセールスがうまくいかない,というのはどういうことかっていうと、価格は、 30万なり50万なりで、最初から分かっている、動いてないのに、それ以上の付加価値を持たせられなかった、期待感を持たせられなかった、信,あの信頼関係を持たせられなかったっていう回答が、その視聴者さんから寄せられたってことでっていうふうに私は捉えてるんですよね。で、で私の場合は、そっか塾を2017年から販売方法を変えまして、一括入金じゃなくて、頭金3万円のコースもありますよ三30年ローンもありますよっていうふうにやったんですよ。でもこれでもね、2割の方は全額なんですよ。 2割ぐらいの方は全額30万ポンと払うとそれ以外の方もその年の間に完済するんですよで今となってはこの30万で1000件ほど売れているこの即会食これ、ね、6割がもう完全完了してるんですよ支払いを2017年から初めてですよ5年ぐらいですよ6割が支払い完了ですよでほとんどの方が最初の1年で完了するんですよ30万よね それは稼いで払うのもありますしとりあえずは3万円で打ち金しといて実際にそっか塾の運営に関わってあこんなにいっぱい発見があるなということで自分で自分を成長させることに成功した人があ売上も上がったしもしくは上がらないけれどもそれぐらいのことは受け取ったという形で惜、ね、しげもなくあの後を入金してくれるという形なんですよねだから支払いとかその価格設定とか全部ねあの自分に対しての回答用紙なんだなと思うと 例えばお金がないからしょうがないよねってこの人はってなんないんですよ。お金がないけど払いたくなるほど価値を高められましたかってことなんですよ。だからお金がないと払う払わないっていう基準でいくとねじゃあ大金持ちは何でも買うんですかっていうことになるわけですよ。大金持ちだって何でもかんでも買わないですから大金持ちほど使うべきお金と使っちゃいけないお金シビアなんで1000円だって無駄に使わないですよね。どっちかっていうとお金がない人は使っちゃいけないものに使ってるんですよ。 で、本来使うべきものに使ってないんですよ。ここですよ。今回の動画の最大の気にしないといけないところっていうのは。お金がない人とか状況に困ってる人って必要なものを買ってないんですよ。勘違いして。で、必要でないものにお金とか時間とか労力割いてるんで状況がずっと苦しいんですよね。ここですよ。いってらっしゃい。